続いて愛知県にお住まいの60代の歯科技工の男性からのご質問です。松岡洋介の東亜全局の動揺を読んでいると、幣原外相は今でいう鳩山由、紀夫か、枝野幸男のようなものか、あるいは敗戦革命を企んでいた。スパイにしか見えません。上島先生はどうお考えかお聞かせください。というご質問です。はい、あのー、まあ。幣原。 外交協、はいえー、調外交ということでね、えー、実はその秀治の協調外交を日本が続けていれば、まあ、詐欺の体制はなかったのではないかという人もいますし、はいえー、それをまあ軍部とかね強硬な主張をする人たちが、えー、押しつぶしていったそれがまさにその昭和その戦前期のね、えー、日本の誤りであるんだというような。 まあそういうような意見を出す人たちも多いですけれども、はい、しかし、まあ、ご質問の方にある通り松岡ですけど当は全局の同様を読んでいるとねあの時代において秀原外交がいかに無力であったかということがよくわかると思うんですね。鳩山行きを あるいは枝野幸男と重治を比べたら重治がかわいそうかなとは思うんですが、はい、あの敗戦革命を企んでいたスパイというよりは、うん、そうしたその協調主義によって外交をなすというね重治はね実は強い信念に基づいてそれを行っていた政治家なんですね。ほほえー、でここが厄介なのは 私は人が信念を持ちそれを貫こうとするということは大切なことだと思うんだけれども私誠に厄介なものでもあってはい、え静、ー、原はそのスパイではなくて、ええ、信念に基づいて協調外交を進めたその結果が日本に何をもたらしたのかということをやはり今日振り返る意味があると、うん、でそれはどういうことかというと、はい、あの当時シナト陸の状況を見るとね 重、えー、原がいかにその協調姿勢を取ろうともあるいは情報の姿勢を取ろうともその配日運動はもう止むことがないいさらに激化していったわけですね、はいえー、例えばその昭和5年5月にはねまさにそのコミンテルンの指示で、えー、満州朝鮮国境の関東地方で暴動が発生をして日本の領事館や発電所それから交通機関 それからその親日的な朝鮮人家屋などがも襲撃をされている。こうした暴動はもう各地で発生をしていて、えー、昭和5年には年間100回近くの衝突事件が起きていたという事実があります。はい、で、さらに満州ではその南満州鉄道の利権を脅かすような形で、やっぱり日本人のね、その日清日露戦争以後、これはその都度都度の 例えば新国との間の約状によって得ていた権益その他が侵されもしまさに日本人の生命財産が侵されるといったような状態が続く中でこれはやっぱりたまったもんじゃないというふうに当時の国民は思ったわけですね。はい、で、まあ、シナ大陸にまあ在留邦人はね盛んに日本政府に対応を求めたわけですけれども。うん 当時の秀原外務大臣は腰を上げないんですね、えー、例えばそこ今触れたね昭和5年の関東地方のその暴動の中で巡察中の日本の警察官が信濃軍隊から発砲を受けて2名が殉職1名が重傷という事件が発生した時には。うん 日本応援として警官100名余りを派遣したんですけれども重、ええ、原外相は日本とシナの対立を深めるというようなことで、ええ、まあそうしたね積極的な関与ということに関しては、まあ、ブレーキをもうかけけていくわけですよ、はい、でそうしたことがその度重なっていくと、うん、シナの人々がそうした重原の姿勢をなるほど日本は 情報してるんんだだ協調主義なんだじゃあ我々もそういうことに合わせていこうというふうに変わってきたらシデハラ外交はこれは効果があるっていうことになる、ええ、しかしますます分日日本を侮る、うん、また、えー、日本を排斥するといったことが募っていったわけですよね。ええ、そうするとねこれは外交政策としてやはり効果のない、うん、ということに なるわけで,し,で、ね、しかも当時はあの日本のみが突出してシナ大陸に権益を持っていたわけではなくってイギリスや他の欧米の国にも持っている中で同じようにそのまあそのシナの中でラショナリズムっていうものが勃興してきて、うん、そうしたら日本だけじゃなくって、えー、そのずっとその清の時代から、はい、えシナにこう権益を作にこう権益をってきた列強に対しても それを排斥しようという動きももちろんあったわけですね、ええ、そういうい中で例えばイギリスなどが、えー、日本も協調して軍事的な対処をしてくれという要求をしてきても秀原はそれを断っているっていう中でここでどういうことが起こったかというとまさに軍事的なあるいはある種の力を持って対処すべき時にそれをしなかった結果何が起きたかというとまさに日本に対する侮りがさらにひどくなった。 でどんどん収拾がつかなくなっていったという、うん、こういうことなんですよね。はい、でそれに関する危機意識というのはもちろん当時の国会なんかでも議論をされていてそれがあの「当は全局の同様」には語られているんで当は全局の同様の,あの末尾の奥付けの方であのまさに松岡洋介があの満州事変が起きたことを受けてね 我が軍はもともと忍耐強かったはずだと。うん、それがなぜこのような虚に出たのか。それはやっぱり外交政策が無力であったからこのような形になったのだということをまあ嘆いているわけですよ。はい。だからここでね、あの、振り返るべきは、やはりそのあの時代の状況に鑑みて、シデハラ外交はいかなるものであったかということを見ると、つまり、 協調外交を進めていく基盤がシナ大陸にはなかった。はい、にもかかわらず、ハラがそれを進めていった結果というふうにやっぱり見なければいけないというふうに思いますね。それから、もちろんこれはあの、大陸における状況だけではなくてね、当時もアメリカは、例えば日本とイギリスとの関係に関して離反させようというような動きも起こしている中で、 そうした見通しをやっぱりきちんとできていなくてねまあその善意とか、うん、それから誠意が伝わるといったような感覚で物事を全て進めていこうとする甘さというか、はい、やっぱりそうしたことは今日にもちょっと通じることだと思うんだけれども。ね、先生でもこのしではらさん いう方は今の日本でいう感覚でいうと、まあ、それこそ何か中国側と利権があったのかなとか何かそういう、まあ、理由づけがご本人にあれば協調外交でいくっていうのも分かるんですけどもそれは先生はどう見てらっしゃいますかこれはねねややっっぱぱりり当時ののの外務省の人間に多くああるんだけど 米英に留学してるんだね<ー>そうするとね、あの、まあ、そういう中で、はい、ある種の理想的な、その、うーん、協調主義みたいなことを期待しうる学習をするわけですよ。でも、はい、米英の外交政策っいうのはもっと狡猾で、うん、常に自らに正義があるという演出を伴いながら、彼らは外交を進めるわけ。<ー>つまり、言葉では、 例えばアメリカの文庫解放機会均等とかってはその通りだね、うん、国際協調は大事だねって言いながらそこでしたたかに自国の権益を追求するってこととこれは重ね合わせてやってるわけですよね。はい、しかし、まあ、これは明治開国以後日本の全ての面における経験がとにかく足りなすぎるってことに尽きるんだけれども、えー、他の国がイギリスや何かが大英帝国を築くまでに 一体何年かけて彼らが経験したかという経験値を日本を開国して数十年で、はい、とにかくそこまで駆け足してきたっていうことに包めていえばなるんだけれどもそうした中でねだからここが松岡がやっぱりあの留学のした大学もね,ねオレゴン州立大学とか、はい、でそうした叩き上げの松岡から見ると彼らは全然アメリカが分かってない っていうふうふにまあ松岡ぼやくんだけれどもだからここにねさっきの「信念の厄介さ」というのは同時にそこに理想を見出した人たちの厄介さでもあるわけですな。でこれが本当にの利権とかだけだったら利権はこっちからこっちに移りますというようなことで言えばなればそうした人って動くんですよね。えーえー、と信念の人は動かないからここに厄介さ悩ましさがあるわけでね。 でもここでやっぱり松岡と違って秀原がその性格にもよるんだろうけれども例えばアメリカは文庫解放とか日本に要求しながら首脳大陸において自国においては日本の移民を日本からの移民を閉ざしてるわけですよねそうですねつまりでもここによって日本人が当時何を感じたか国民が。 つまり外交によっては日本はアメリカの反日民法を抑えることができなかった。なんだいかに理想心理を掲げたって日本はアメリカに歯が立たないじゃないかと。しかもその時点で日本はもう世界の五大国に数えられるわけですよ。はい、日清日露第一次大戦で国際連盟の常任理事国ってなってるにもかかわらずその国の国民をアメリカは閉ざすのか。でならば我々は 満州シナ大陸に出ていくるしかないなっていうふうに国民感情が触れたのもこれは無病になるかなであって、うんはい、そしてこのね日本もアメリカには歯が立たないっていう印象をこの時シナの人々その指導者たちや運動家たちに与えたことも、うん、そのシナ大陸における反日・分日運動が日を追って激化していくことに結びついているわけです。だからら、うん、シデハラは現地のの実情を知らぬというのが 当時大陸にいる日本人の多くがまあ口にするところになりしかもこういうふうにしてくれという要求を出しているにもかかわらず秀原はそれに応じないといと、ねはい、まあだからここでそのそで、ねえー、満州事変というものになっていくし、はい、松岡洋介の摂氏役案とその当は、えー、全局の土揺の最後に出てくるあの落胆につながるっていうことになるわけでね。だから、はい 必ずしも何て言うかなその今日の価値観でね秀原外交を持ち上げるっていうのはあくまでもやっぱり今日の価値観における評価なのであってあの時どうだったかということはしっかり立ち止まってね、えー、考えていかなければいけないというふうに思いますね。で、はい、でもこれをね秀原はそれを売国行為とは思ってないっていう人が繰り返しますけど悩ましいところなんですよ。 ですね。うん、はい、はい、ということで、上島先生、今日もお答えいただきありがとうございました。質問コーナーでした。ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。高評価チャンネル登録、コメントお待ちしております。よろしくお願いいたします。